皆さんこんにちは。今回はジャンケットバンク真鍋小太郎先生に対する暗黒生徒たちの反応集を紹介します。この動画には最新話のネタバレが含まれます。ご視聴の前の購読をお勧めします。やべえよこの教師、ネット閲覧権だけでここまで無法できるものなのか。最低でもお前の LINE、Twitter、インスタ、YouTube、ニコニコ、TikTok、アニマン全部見られるんやぞ。つまりツイッターはおろか LINE もしてないアニマンオンリーな俺には聞かないってこと？こいつは放置してた方が世の中良くなるんじゃないか。どれくらい犠牲が出るかは置いておいて。切れながら子供褒めて泣いてる。ちゃんと生徒と同じ目線に立って話してくれてるの見て、あ、この人ちゃんとした先生だってなった。教師としてはいい人。教師として以外はシャバにいてはいけない。教師がまともなこと言ってるの見るたびに、こいつギャンブラーじゃなきゃなって思う。ことは割と良いことだよね。不倫は言語道断、子供には文句より感謝を。テストだけで子供見ちゃダメ、優遇されないイコール差別じゃないよ。であの子が育てた朝顔がクラスで一番立派に咲いたのだ。うん、これはグレートティーチャー真鍋。生徒と話すとき床に座って目線を合わせてるの描写が細かいよ。子供相手にも権利を甘やかさないでなんて許してくれないか教え。ちゃんと今度は本心から謝りなさいとした上で、それでもダメなら先生を頼れよとしっかり責任を持つという完璧な先生ムーブ。マジで殺すには惜しい先生なんだ。でも人間的には殺さないとダメなんだけどな。教育災害名画。自分で用意したテストなんだから自分は合格できるの当たり前じゃんって言われてて、確かにってなったわ。でも合格してても僕合格でも、僕は立派な大人じゃないから立派な大人探ししなきゃなの、いびつだよね。誰だよ、真鍋先生は自分のことを立派な大人だと思ってないとか言ってたのは。例に漏れずイカれたギャンブラーじゃねえか。素晴らしい大人とは、最初は答えがわからなかった、それからずっと答えを探し続けて、そして気づいた。あ、僕だ。うわ、やばいこいつ。うん、ワンヘッドまで行くやつがまともな倫理観しとるわけないよね。むしろこのクソ二面性の分だけ他よりは食らつ。先生の理論は、先生は立派な大人を探しているが、落第者には追試を行っている。自分もありし日の生徒に聞かれた時、あ、僕も立派な大人じゃないと思ったから。自分も落第者で追試に受かっているからギリセーフってだけ。つまり言うなら、最初から落第しないようなやつを探しているんでしょう。なぜこうも正しさを知りたい傑物どもは明らかに間違いだらけの賭場に行き着くのか。そりゃ外にいるのは凡庸な人間ばかりだから。読み解いた他人の人生が大人失格なら追試を迫る男、真鍋小太郎。美しい最後だった。つらい。さよなら先生。前からいいキャラだったけど、まさかここまで好きになるとは思わなかった。最後の丸を数えていきよう。手織りが好きすぎる。幸せに生きるために必要なことであり、先生ができなかったこと。最後まで威厳を崩さなかった先生、ワンヘッド初戦にふさわしい相手だった。成長できない大人を許せなかった先生が最後は彼らの幸せを願ってる姿がとても美しい。それはそれとして喪失感がすごくて泣きそうになった。先生もまさに今成長して自分の間違いに気がついたんだよな。今の先生なら本当に良い先生になるだろうな。友達と喧嘩しちゃった生徒にはもう会えないんだよな。悲しい。過去についた罰のせいでお前は今こうなってるんだよ。出会ってた先生が今持ってる丸を認めて大人の幸せを願う最後が良すぎるんだが。参戦ブルビーで8人殺してるくせにうるっとさせやがって。教師も生徒から学ぶことがあるんだよな。最高の教師の最後の背景がバカみたいに埋め尽くされた花丸ではなく、ただの黒板なの。立派な大人に執着する前の初心に帰れたようでよかった。スピンオフ世界先生真鍋をお願いします。先生さようなら。気をつけて帰れよ。タイトルコール&レスポンス。今日推しができました。今日推しが死にました。ワンヘッドの初戦としてこれ以上なくふさわしいけど、同時に初戦で散るのがあまりにもったいない人だったな。おそらく今後出てくるやつらと比較されて株が上がることはあっても下がることはあるまい。点数は確かに罰かもしれない。でも朝顔を立派に咲かせた、手丸を数えることはできていたはずなんだよね。ただそれが大人になっていく対象に適応できなくなってたのが悲しくて、最後が美しい。この漫画読んでこんな風に泣かされると思わなかった。
誰かを救うためには目を閉じて祈る暇間などない、出まぶたなし、リットレスと呼ばれた人間がまぶたを閉じて他者の幸せを祈るっていう構図が美しい。ご視聴ありがとうございました。この動画や漫画に対するご意見感想などありましたらコメント欄でぜひ。それではまた。